人の向上線と副向上線の位置関係。なお、正面から見ると副向上線は、向上線の裏側に存在している。副向上線とは、向上線に隣接して、人では二体系四個が存在する内分泌線の一種である。上皮固定とも呼ばれる。副向上線は、第三咽頭脳由来の外上皮固定、及び第四咽頭脳由来の内上皮固定に、 分けられる。ロンドン動物園のインド祭で最初に副甲状腺は発見され、1877年にスウェーデンのウプサラ大学の学生、イーバル・サンドストラムが人の副甲状腺を発見し、世界で最初の論文を書いたとされる。副甲状腺ホルモンとしてパラトルモンなどを分泌している。パラトルモンはカルシウム及びリン酸の調節を司る。発生学的には、 魚類のエラに対応すると考えられている。稀に見られる疾患として、副甲上腺癌が,がある。副甲上腺中に、癌細胞が生じる疾患である。この癌細胞が副甲上腺ホルモンを過剰に分泌するため、副甲上腺機能更新症と同様の症状が現れる。副向上腺癌に一般社団法人、日本内分泌学会。ありがとうございます。